ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。今、石垣島鍾乳洞の入り口前にいまして、鍾乳洞探検は2つ前の第1話ですでに見ていただきました。お腹も空きました。今回の第3話では石垣島のグルメを3つほどピックアップしておりますので、一緒に楽しみましょう。この石垣島鍾乳洞の入り口のすぐそばにお土産屋さんを兼ねた食堂があります。食堂そのものはこっちにあるんですけれども、石垣島食堂って言うんですけど、八重山そば500円で出してるんですけど、あとマグロフライ食べていこうと思います。さすがにビールは無理だな。運転するから。撮影の許可は取ってるんで、早速向かいます。じゃあ入ってみますか。席が空いているといいな。お土産屋さん、こういう風になってるんですね。さっきもお見せしましたけど、こんな感じです。で、注文方法は食券制です。八重山そばと、それからマグロフライいただいていきましょう。準備 OK です。八重山そばとマグロフライ、両方ともワンコインで済むんですから、安いもんですよね。ということで、水飲んで、料理来ました。それでは石垣島食堂さんと石垣島との出会いに感謝していただきます。箸を取り出して箸を割ってでね、お行儀はあまりよろしくないんですけど、八重山そばです。上に乗ってるのは石垣串なのかな。たっぷり乗ってますね。これは本当に期待が高まるし、絶対美味しいに決まってる。見てください。ほらほら。初めて気がついたんですけど、麺結構太いですよ。じゃあこれいただきますよ。やっぱり普段食べてるラーメンとは別物。コシもしっかりあるし、それだけじゃなくてちゃんと柔らかさもあって、病みつきになりますね。好きなみな表現ですけど、最高すぎる。続いてこれがマグロフライですよ。美味しそうでしょう。ここにタルタルソース、ここにソースがついてるんですよね。タルタルソースとソースでどの味が違うのか比較してみようと思います。タルタルソースつけた状態はこんな感じ。タルタルソースの甘さとマグロの優しい歯触りがうまく混ざってめちゃめちゃ美味しいです。続いてソースをつけた状態、ソースをたっぷりつけて、どうですか？ソースをまとうとマグロの美味しさがより一層引き出されてる感じになってます。こりゃうまいわ。一緒に小皿がついててゴーヤが入ってますね。ちょっと食べてみましょうか。これいいな。苦うりの程よい苦みがありますね。うまいわこれ。あまりの美味しさに一気に完食してしまいました。それでは石垣島食堂さんに感謝の気持ちを込めてごちそうさまでした。八重山そばをがっつりいただきましたが、今度は甘いもの欲しいっすよね。ということで、こっちの方にアイスクリーム屋さんあるんで、アイスクリームを頼んでいこうかなと思います。パーラー、ここなんですけどね、紀伊半島編をご覧の皆さん、アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールさん、ご記憶にありますでしょうか？和歌山県那智勝浦にもお店ありますよ。本場の沖縄、しかも八重山諸島で味わおうじゃないですか。スルーするなんてありえんでしょう。売店スタッフにお声掛けくださいということなんで、売店の方に声かけてきます。マンゴーソフトクリーム販売中。良さそうだな。ちなみに各アイスクリームこんな感じ。この間那智勝浦で食べたのはブルーウェーブ。さて、同じものをいただいてもしょうがないから、石垣島での予期せぬ沖縄アイスクリームとの出会いに感謝して、片手で申し訳ないんですけど、いただきます。早速これ食べてみようと思うんです。透き通ったこのかき氷の色つや、めちゃめちゃいいでしょ。青い波が立つわこれ。ちょっと言い方ドン引きかな。適度に甘くて美味しいです。これはうまいわ。あまりの美味しさに完食してしまいました。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。続いてご紹介するのは、前回の石垣島編第2話でグラスボートに乗ったカビラマリンサービスさんの券売所のすぐ近くにありました。カビラ観音堂というお堂があって、そのお隣バーガーショップあるんです。見てみますと、石垣牛バーガー、いいお値段だな。ちょっといいもの食べていきましょうか。値段を下げるだけじゃなくて、食べていきましょう。またいつもの思いつきで、ハートランドさんの石垣牛バーガーお願いしました。撮影 OK ももらいました。そして本物の石垣牛バーガーがこちらです。ドーンドーンドーン。無駄なリアクションはいらない。とっとといただきましょう。感謝の気持ちを込めていただきます。とにかく半端ない大きさなんで食べきれるでしょうか。結構ソースとかがこぼれやすいから、紙ナプキンにしててもよかったんですよ。かぶりつきますよ。なんじゃこれ。目玉焼きと石垣牛のダブルパンチ。そこにレタスのシャキシャキ感加わってるから、最も強い最強のハーモニー。下手な説明で申し訳ない。でもそれだけうまいってことです。お店の方を前にして、照れくさいというか緊張しながら物言ってますけど、迷った末に食べてよかった、間違いなかったって確信できるハンバーガーです。ここに来たら絶対食べてほしい、そういう味です。一緒にお願いしていたコーラ飲んで、石垣牛バーガーの余韻に浸りたいと思います。うまっ。美味しい石垣牛バーガーをいただき、心の底から大満足させていただいた感謝の気持ちを込めて、ごちそうさまでした。ということで、僕の独断と偏見で美味しいものをご紹介してみました。どうだったでしょうか。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。次回はぜひ楽しみにしててください。では今回もご視聴ありがとうございました。